どうも、はちりますでーす。はい、ということで、今回はね、ある商品を開封していきたいと思うんですけども、よりにもよってね、この日に限って結膜炎になってしまって、こういう風にね、眼帯をしてるっていうね、はい、ちょっと残念な感じなんですけども、今回はね、ビデオカメラを僕購入いたしました。はい、で、なんですでにこの一眼レフ、今撮影している一眼レフカメラがあるのに、購入したかっていうと、ちょっとね、いろいろとデメリットっていうのかな、僕の使ってるカメラに不満点があって、例えばこういう風にピント合わせするときに音が入ってしまう。で、ここら辺でピント合わせして、こういうかな、ここら辺でピント合わせして、で、こうなってくるとぼやけてしまうっていうね。あとはオートフォーカスが遅くてなかなか反応ができなかったり、あとは長時間撮影がどうしてもね、そういう風に作られてないんで、そこら辺をどうにか改善できひんかなっていうことで、今回ビデオカメラを購入しました。本当はね、ルミックスの GH5 っていうのも迷ってたんですけども、やっぱり長時間撮影ってなると、ヘビとかタランチュラの脱皮とかね、いろいろあるんですけど、やっぱりペットの動物たちの撮影ってなるとどうしても長くなってしまうんで、まあ、そういう時にね、ビデオカメラがあるといいんじゃないかなっていうふうに思って、今回購入しました。はい、ちょっとね、冒頭で長ったらしく喋っているのもあれなんで、早速ね、開封していきましょう。鳴ってんのこれ。はい、それではね、早速開封していきたいと思います。はい、買いに行った時に在庫が切れてたんでっていうことで、宅配でね、頼みました。それではね、早速開けていきましょう。今回買ったやつが、FDR-AX700 って言って、これの、前のやつが、FDR-AX100 って言ってね、それの後継機に当たるんですけど、そちらをね、買いました。で、値段が、19万ぐらいで、で、プラス、保険料で、1万ぐらい払ったんで、ちょうど20万ぐらいですね。すげえ。おぉ、かっこいい。なんでね、こんな高いやつ買ったかっていうと、もう前々からね、この、パソコン、今編集してるのが iPhone で、パソコンと、いいカメラを買おうっていうのはね、もう YouTube で生き物の、子たちを撮るっていうのを決めてからね、ずっと決めてたんで、それ用でね、ちょっとずつ貯金してたんですけど、まあまだ今の編集でもまだ大丈夫そうなんで、まずはね、いいカメラを買おうっていうことで、今回こちらを買いました。もう光りすぎて何か分からへん。はい、こちらです。もうちょっと下の方がいいか。はい、ということで、見た目はね、こんな感じです。箱の見た目すげえ。まあ、僕カメラについては全然素人なんで、ビデオカメラで評価調べて、なんかランキング順に見ていって、で、これがね、めちゃくちゃ評価高かったんで、この子にしました。はい、すごいね。で、どっちが上？こっち？こっちが上か。これと、あとはこちらの、 4K で撮れるんで、 4K 対応の SD カードと、あとこれ、4フィルターと、こちらの、レンズのフィルターと、あとはなんかその在庫を置いてなかったんでっていうお詫びで、なんか1万円相当のこちらの三脚ももらいました。リモコン式なんですよ。絶対1万とか嘘やろと思ったんですけど、後でね、 Amazon で調べてみたら、ほんまに1万円ちょっとしてました。はい、みんなね、ちゃんと信じようね。まあ、俺が信じるだけか。はい、それでね、早速どうしようかな。どう開けていこうか。じゃあこの子開けていこうか。よし、片目がね、使えへんのがほんまにつらい。めっちゃ見にくい。両目でね、この姿を拝みたかったな。こうか、こう開けていくのか。よいしょ、よいしょ。で、おお、すげえ。これがフードっていうのかな、多分。あ、フードじゃないな、これ目つけるやつかな。多分 目につけるやつやな、フィルターので、保証書と説明書と、で、これがコードかな。あ、これがあれだ、フードっていうやつ、レンズにつけるやつで、これがバッテリーかな。バッテリーと、
あったコードが何種類か。もうね、あの店頭でも触らせていただいたんですけど、もうめちゃくちゃオートフォーカスが速くて、もう画質もめっちゃ綺麗やったんで、もうずっと迷ってたんですけどね、この子にしました。でこれなんかビデオカメラに買ったらなんかついてくるリモコンらしいです。他の YouTuber さんが説明しました。もうね、この子が届いた日に結膜炎になってしまって、もうね開封動画撮りたかったけどなかなか撮れなかったんで、それでずっと一日中他のカメラの YouTuber さんずっと見てたんですけど、はい、それでね早速、他には何も入っていないのかな、これはないね。早速開けていきましょう。うわーすげー、いきなり開けてホコリがついたりなんで、先にねちょっと保護レンズだけ開けておきましょう。よし、じゃあ開けますよ。うわすげー、ガチなやつやマジで。もう店頭では触ってたけどやっぱすごいな、実物実際に買ったやつを。ちょっと手で汚したくない感がすごい。さあ開けていきましょう。ホコリが回んようにつけて、かっこいい 4K って書いてる。で、これがこうだから、これを分けて、できた。はい、つけることができました。すげえ。やべ、片目が使えへんからめっちゃ難しい。距離感がねマジでつかめないんだよね、片目になると。うん、どうしてもつかない感じがするな。無理やり入れんの怖いんだよね、なんか壊れそうで。あー、こうってことか。あー、できたできた、こういうことね。うん、今片目しか使えへんからこっちやな。はい、ということでこんな感じでね完成しました。すっげー、超かっこいい。まあこっからね、今後これで多分綺麗に撮れると思うんで、オートフォーカスとかも、あの動物が動くシーンとか長時間とかも撮れると思うんで、これでね今後撮影していきたいと思います。はい、でうまく扱えるかちょっとわからないんですけど、頑張ってねちょっと勉強して扱っていきたいと思います。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。またね、今後の、画質の変わりようとかね、期待していてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。